はい、みなさんこんにちは。みなです。スタカです。エリキブログです。今日はイギリスっぽい朝ごはんを食べたいと思います。最近よくドイツの朝ごはんを食べに行くけど、ドイツのパン屋さんよく行くね。でもそれ以外の美味しい朝ごはんもいっぱいあるから、まあ名古屋の朝ごはんもそうだけど、イギリスの朝ごはんも大好きですので、ということで今日はブリティッシュイングリッシュブレックファーストということで、そんな感じで名古屋にお店があるからそれに今向かってます。中区大井町って書いてある。東別院の駅から降りて歩いて8分のところ。私いろいろ名古屋で回ってるけど、ここら辺まで来たことないよ。これはビューティフルビューティフル名古屋の堀川です。名古屋城はそっちにあって、あっちに名古屋港があって、で物をここに運んでた。あ、昔運河だったんだ。それにしてもあんま綺麗じゃないね。なんかもう緑緑してる。ちょっと残念だね。なんかこの建物かわいい雰囲気だね。はい、今日の目的地はアーリーバードです。わかんない、日本にことわざがあるかどうかわかんないけど、英語だと The early bird catches the worm。 早起きは三文の徳じゃない。それそれ、なんか似てる、ちょっと違うけど。ということでアーリーバーズブレックファースト、かわいらしいお店だね。そう、行きましょう。はい。おすすめみたいなのがあります。一番最初の方はだいたいこのプレートを選ばれますね。これがプレートですね。あ、はい、そう。これも美味しそうね。なんかチーズ、あ、ホットサンドも美味しそう。悩むね。これもうまそうじゃん。どれにする？サラダか。じゃあこれかホットサンド。サラダは消えた。消えた。このクラブチキンチーズ。クラブチキンチーズの方ですね。消えた。はい。あれ何、あのなんかもんじゃ焼きみたいな、もんじゃ焼きとかあのお好み焼きか。お好み焼きみたいにこう、じゃがいもだよ、ハッシュブラウンだよ。え、じゃがいもを何、細かく切ってこう固めて焼いてるとか。うん、そうそうそう。マクドナルドに朝マックにポテトがあるでしょ。あ、ハッシュドポテト。そう、それだよ。えの美味しいバー。イギリスのっぽい朝ごはんめっちゃ久しぶりだね。そう、ドイツに帰るときはよく友達と食べてるよ。それイギリスっぽい朝ごはん。あれドイツブレックファストだっけ。そうだよ、来ました。すごい。あ、はい、ありがとうございます。ビスケットサンド、これ何、豆、これ豆とチキンがこうビスケットサンド。美味しそう。いただきます。いただきます。ありがとう。じゃあ全部半分ずつね。あ、熱い？うまっ。うまい。この卵とろとろだよ。これあれだ、イギリスのオックスフォードで食べたあれに似てる。スコーン、スコーン、スコーン。このパンうまっ。そう、スパイシーだね。そう、ちょっとスパイシー。チキンと合うよ、スパイシーだから。はい、ベーコン。おいしい。これあれだね、イギリス版お好み焼きだね。お好み焼きじゃないよ。ちょっとめちゃめちゃカリカリで、だからケチャップとかなんかつけた方がいいのかな。うん、これね。このビーンズはアフリカを思い出してる。なんで？え、毎日豆食べてたけど。ちょっと交換して、ね、うん、うまっ。ビーンズとチキンとビスケットめちゃめちゃ合うよ。うまっ。
お好み焼きじゃないけど、ね、このハッシュドポテトとマックのもう分けちゃうぐらい、いや違うものでしょ。めっちゃうまいこれ。あとあそこで焼いてるソーセージもめっちゃうまそう。あのベーコンの代わりにソーセージも選べれるけど、ドイツ人だけどソーセージあんまり好きじゃないの。本当にドイツ人かな。ソーセージも好きじゃないし、ビールも好きじゃないし、そう偽物かもしれない。だから今日本に来てる。だから日本に来てる。普通にお腹いっぱいになる、うん、ボリューミーすぎて昼ご飯にちょうどいいボリューム。ごちそうさまでした。食べました。美味しかった。お腹いっぱいです。いや本当にお腹いっぱいだよ。ちなみに皆さんが、じゃあ英語イギリスブレックファーストとドイツのブレックファーストの違いって何ってタカみたいに思ってたなら、ソーセージがいっぱいあるかどうかの違いだね。違う。あとビールがつくかどうかの違いだね。違う。だってドイツ人朝からビール飲むからね。いやそれはあるけど。なあドイツ人。違う違う。ドイツのブレックファーストは基本的に温かくないよ。ドイツの朝ごはん気になった方はね、僕ら動画にしてるので、ぜひそちらでチェックしてみてください。そうです。基本的にパンにハムとチーズを挟んで食べるという文化です。あとは、まあ、白ソーセージにバイスビア、白ビールかな。それはババリアを中心にそんな感じのブレックファーストもあります。それもね動画にしてます。メーテレ、名古屋の有名なテレビ局メーテレです。愛知県とか名古屋周辺に住んでる人は朝ね、メーテレの朝のニュースを見てる人は多いと思いますよ。メーテレ、私たちもメーテレなの。これらは違う。東別院駅はこの東別院というお寺、めっちゃでかい。東本願寺、京都の、あの駅の近くの有名なめっちゃでかいお寺のこう別院なんだ。そう。あとここでマルシュみたいなのがやってて、朝市みたいなやつだけどもっとモダンな感じだ。野菜とかだけじゃなくて他にも手作りのものとかアクセサリーとか服とかいろいろ売ってる。もう今歩いてきたこの道とこの中も全部めちゃめちゃ多分名古屋で一番広いそういう感じのマルシュ。はい、ということでこの動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。